あ、涼しい。ありがたい。結構広いし。そんな、あ、ここで買うんだ。ここでオーディオガイドを買うのか。あ、動いてそう。音声ガイドを買おうかなと思います。ちょっとエリコ回す。じゃあ音声ガイド借りてみましょう。今天没有干燥青啊，你们到院子菜单没有干燥。啊。Can you give me audio Japanese? Japanese 一概来的。Oh, but thank you. ここにグループ来用的。嗯。ここにグループ来的。好了，用的一概 audio guide， 红色 guide。Audio 二概。啊，はい。あ、グループなのね。ここ。じゃあ、クレジットカード使えるのかな。クレジットカード専用みたいな、しかもタッチしかないってやつなんで、できるかどうかわかんないけど、やってみます。で、多分一般チケットだと思います。はい、1枚で支払いを進むと。統一番号スキップ。あ、有用カードでもいけるんですね。だけどまあ、ダメそうですね。残念。これ行けんのか。はい、ダメ。別のとこ行きます。なかなか難しいですね。前のお客さんも結局払えなかったですね。あそこでなんか呼吸的なお土産を買えると。高そうですね。なんか割れ物みたいなのが結構見える気がして、無事に持って帰られなそう。チケット2っぽい。オーディオワイドも全部2っぽい。行列できてるけどな、これでやるしかないっすね。コインベンディングマシン、現金使えないのびっくりしたんですけどね。ひょっとしていけんのかな、こっちのマシンは。あ、預け入れ所とかもあるけど、お金取られるのかな。あ、また同じシステムなんだ。ダメっすね。ここカフェがあるけど、疲れたら最後こうやるかな。で、音声ガイドから、まあいいや、先にチケットを取りましょう。そろそろ買えそうな感じがします。あ、ワンレギュラープリーズ。ピンを思い出さないといけない。Thank you. はい、できました。次はガイド。なんか日本語でオーディオって言ってた人があっちに行ったんですけど、ここは果たして日本語のオーディオが手に入るんですかね。中国語だけなのかもしれない。あ、言語日語って書いてあるから多分良さそうな気がしますね。さっき前に行った人がちょっと特別サービスみたいな感じで係員の人に連れてかれたんですけど、特別サービスなんでしょうか。Please guide, please. 日本の免許証明ありますか。はい。証明書、証明書、ない、ないです。パスポートあります。パスポート持って、日本語。日本語大丈夫です。だからない、ないです。全部ない。ないです。持ってきてないです。はい、大丈夫。大丈夫。はい、電話番号。電話番号。
是台湾人吗？对，是台湾。我接电话吧。1、2、3、4，台湾没电。一个小朋友。好，这样一个小朋友。好，这样子就马上就要。哎，真可以看懂。台湾身份证。Your earphone is left, it's right. Left, right. You can inside the gate. ちょっとどっかでセットアップしたら。いや、まさかパスワードとか パスポートとか求められると、身分証、なんで身分証いるのって感じですけど、まあ、なんかいるんでしょうね。ちょっとびっくりしました。じゃあちょっと入り口、これで行けるのかな。あ、これやった後あれ、あ、こっち。你有吃的吗？没有。有没有吃的 ？What？ OK， 在这。哦 ，OK， 那就なんか良かったみたいです。撮影も特に怒られることもなく、堂々と撮影してるんですけど、何も起こらないんで多分大丈夫だと思うんですけどね。で、まあ数字通りに行きますか。これ仏像、まあ、じゃあ仏像からいきなり行こう。静かにねってことなんで、まあ、静かに行きますか。これすごいな、めちゃくちゃあるんだね。うわ、こんなにでかいんだ。よく大陸から持ってきたなこれ。はあ、よく持ってきたなこれ。これもう撮ってたら終わんないっすね。なんか目ぼしいものだけ撮るとか、どうまで撮ってもちょっと微妙ですけどね。写真中心にしようかな。もうめちゃくちゃ美術品とか文学とか本とかすごくあって、オーディオガイドも聞ききれないぐらいあって、めちゃくちゃすごいです。で、なんか故宮博物館暇だっていう評価結構聞いたんですけど、いやすごいっすね。結構ちっちゃくて可愛いものみたいなのが結構多くて、結構好きですよね。こういうのとか。あとガイドを聞くと、まあいろいろ歴史とか教えてくれるし。ちょっといろいろ撮影して回ろうと思います。なんか素材がこう象牙が使われたりとか、あのこれ有名なやつですね。ぐるぐる回るらしいです。技巧がすごいらしいんですけど、当時。なんかあとはサンゴが使われたりとか。本当いろんな種類があって。舶来品とか、やっぱりあの大陸の国だけあって、ヨーロッパとか周辺のさまざまな民族とか国とかとのやり取りがあるので、いろんな種類があるんですよね。いやいやいや、こういうのはナウシカとかで見てきた。これがもうたった一つのあの部屋だけでこんだけあるんで、どんだけっていう。このチャキが気に入ったんですけど、これオーディオガイドの番号あるんですけど、探したんですけど見つからなかったですね。
ちょっとヨーロッパ風も混じってるのかな。秦の時代とかだと多分。あ、そう。ただこういう、まあ、茶器とかお茶好きなんで、それもあると思うんですけど、結構かわいいよ。いっぱいあって、掘ってこ。本もすごいのいっぱいあるんですけど、なんか世界初の百科事典みたいな感じのとか、あれ本当に動画にしてもちょっと驚きが伝わらないと思うんで、こういう美術品中心に部屋をバーッと回っていこうかなみたいな感じです。もう1回歩くだけでもうめちゃくちゃ疲れました。さっきちょっと休みました、5、6分ぐらい。いやもうこれで1回回ったんですけど、もう1回だけでこれなんですよ。これから何回あるんだろう。3回まであるの。いや今日1日終わっちゃうよこれ。なんか午前中ぐらいでどうせ飽きるからさっとこう帰るぐらいの気持ちでいたんですけど、まあいいか、ちょっと気の済むまでいよっかなって思います。まあ、外くそ暑いですし、こっちは左の方がなんか炭、水墨画的なやつで、右の方が陶器なのかな。なんか中国といえば、まあそうっすよね、水墨画みたいなのと陶器みたいなのと二大芸術って感じですよね。この物語仕立てなの、なかなかこの絵巻物みたいなやつちょっと背景が分かってないとピンとこないところはありますね。すごい番号を意識して回らないと全部回りきれないんで、あ、ここお土産屋さんか。あ、撮影禁止マークがあるのでちょっと離れておきます。あ、回路の矢印あるな。多分番号順に行けばいいのかな。番号順に行きますかね。あ、ブックストア、いやいやいや、ちょっとなんかおしゃれなの買って帰りたいなとか思っちゃうぐらい、いやすごいな。え、買んないっすけど、めちゃくちゃ高そう。すごい。普通に2021を探して、201ないんですけど、201どこかな、あっちかな。もう普通に廊下とかにすっと置かれて、もう雑然、もうなんか置きどころがないんでしょうね、財宝だらけで。あれ201どこだろう。あ、これか。201はあのちょっとしたところか。ちょっとしたところ行って35712みたいな感じで地図上右回り。あ、201か、間違っちゃう。あ、なんか廊下みたいとか言ったけど、これが201セクションと。これはなんか土器とかなのかな、新石器時代。一号のご来からスタートだ。なんか唐とかメジャーな王朝とかだったら分かるんですけど、北魏とか北斎とか、多分これ全国統一してないやつだと思うんですけど、そういうやつだと思う。分かんないですね。ここはあ、なんか陶器かな。
なんか可愛い感じの陶器がめっちゃこう生活感がある感じ。1階にあったこうなんか傑作みたいな感じではないけど、傑作というかなんか高級品みたいな感じじゃないけど、いやでも結局高級品なのかな、これ。ここら辺は高級品な気がする。やっぱ清の頃の財宝とかが多いんですけど、やっぱ新しい時代のが残ってんでしょうね。保存状態もいいからやっぱ見栄えしますよね。ちょっと石器時代とか言われてもよくわかんないし、これずっと真と。なんか庶民っぽいとか言ったけど、これ全部皇室のやつか。なんか割とバッサリしてるやつでも皇室用なのか。全然違ってた。あんまりオーディオがよくの部屋ないっすね。こういうちっちゃいのね、好きなんですよ。ちっちゃいの。これ芯ばっか。この芯の硬質のなんか特集なのかな。なのか、こういうなんか書道としての芸術面があるのか、なんかなかなか判別が難しい。ここら辺はこれはなんか文字としての美術的な側面があるのか、何なのかわからん。なんかこう分類があるみたいですね。なるほどね。なんか楷書とか草書とか行書とか聞いたことある。ドーンと壁紙掛け軸すげえな。でもこれで2階が終わってしまった。天竜町ってこれ新かな、金属製なのかな。いや、なんかどういうグルーピングなのかわかんないな。本もあるし。どうなの。ショーとかとかこれ相当古いやつですよね。春秋早期とか。青銅器は相当昔からあるんだ。やっぱ面白いのは芯とかになるのかな。これとかなんかいい感じな。これ製法なのかな。銅って見えるし、ブロンズって書いてあるし、どうなんでしょうね。このなんか透き通ったようなやつもこれどうなの。いや違う気がするけどね。これ戦国時代の、戦国時代のものがあるって。いやーすごいな、青銅器すごいな、残ってるな。電池切れるとまずいので、この呼吸名物のこの白菜とチャーシューをなんか特集してあるコーナーがあったので来てみたんですけど、あ、これチャーシューか。これ白菜どこだろう。まあいいや、とりあえずチャーシュー取ります。チャーシュー、肉系石っていうんだ。なんかチャーシューだけだと思ったら、足の方にちゃんとなんか金属の装飾みたいなのがあって、チャーシューの解説も後で聞きましょう。これ白菜は
白菜は天井なしなの。水玉白菜いや、ないの、うん、なんか手があるけどちょっと奥の方に引っ込められてるのかな。まあでも、あのチャーシューは見れました。チャーシューは撮影できました。ここは玉のエリアらしいです。玉ってよくわかんないんですけどね。あ、これも玉だな。いろんな石があるね。え、これも玉だ。これは玉を、あ、採掘するやつ。あ、なんか文字が彫ってある。なんかかっこいい。中国固有特有、こんなになんか石の美術品いっぱい作ってるのってあるのかな、他の国で。この石の尺みたいなやつに字が書いて、漢字書いてあるのかっこいいですよね。ちょっと掘ってたりとかしてて、この謎の古代文明みたいな形運用みたいな、こういう首飾りみたいなのよくありそう、どこにでも。なんか矢尻とか勾玉みたいな感じに、戦国旗とかやっぱり石は、うん、なんか白菜とか突然現れそう。あ、なんかすごいちっちゃい字が彫ってあるとか、そういうやつある、ね、あ、なんかハンコとかもあるんだ、かっこいい。この丸いなんか色合いみたいなのかっこいい。アソロ版だ。世界中にある玉みたいな話、あ、日本にもあるんだ。4って書いてあるけど、 4と3めっちゃハイライトさ、1,2,3,4 めっちゃハイライトされてるんですけど、あ、日本、新潟、新潟にあるんだ。そんな世界的な、世界重要玉脈と書いてあるから、これめっちゃ重要なんでしょうね。ちょっと新潟そんなのあるんですかね。ちょっと新潟県民にそのうち聞いてみます。そうそう、こういうキラキラしてるやつとかね、分かりやすい。加工、加工を説明している。白菜なかったな。3回も残り少なくなってきました。もう最初回りきれるかと思ったんですけど、まあ回れそうです。で、まあ、青銅、また青銅なんで随分古い感じで、なんか青銅は割と世界中どこでもある気がしていて、まあこんなもんかなと思ったんですけど、この燭台、なんかろうそくを置いたやつが漢の時代のやつらしいんですけど、めっちゃ手が込んでる。これ猿とかなんだろう、あれセミとかあってすごい凝ってて、こんなものが漢の時代、こんなおしゃれっぽいのが漢の時代からあったとかってすごいなとか思っちゃいますね。こういうのが、こういういろんなジャンル時代があると、うん、こうしてみると随分古代がこういうあの青銅器のなんかピークみたいな感じだったんですね。あ、こう今更気づいたんですけど、この入り口ガイドがあって、このコーナー全体を説明してくれるっていうのはさっきやっと分かりました。あって聞いてみます。最後は鍵タバコの特別展示？鍵タバコってまあメジャーじゃないですよね、日本だと。中国で昔流行ったんだそうで、ガイドによると。まあちっちゃくて可愛いですよね。時計とかもついてんだ。
だからカニタバコが何なのか分かんないから、まあ形が可愛いなぐらいしか特にないっすね。なんかアロマ的なものだったのかな、なんか果物っぽいやつとか動物っぽいやつとかいろいろありますね。トウモロコシだ。割と僕曲好きみたいですね。これで終わった。いや、呼吸見終わった感じがします。とりあえず一通りは。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは旅ロードスター中心に発信していきます。心をオープンカーのように開いて、いいね、チャンネル登録お願いします。